今回は TGF で販売している熱中症対策におすすめのドリンクをご紹介いたします。運動時もよく耳にするこまめな水分補給ですが、水分だけでなく塩分の補給も重要です。厚生労働省のガイドラインでは、飲料 100ml あたり少なくとも食塩相当量として 0.1 から 0.2g 含有する清涼飲料水であれば熱中症対策の用語を使用できるとされています。 TGF で水分と塩分を補給できるドリンクがこちらです。グリーンだからビタミンウォーター、アミノバイタル、ソルティーライチ。マスクを着用していると口内の湿度が保てるため喉の渇きを感じづらくなります。忘れがちな水分補給ですが、ペットボトルに時間を書き込む、目のつくところにメモをしておくなど工夫しながら水分と塩分をこまめに補給していきましょう。